ょっと今日はね、はい、楽しみじゃないですか。今日はい、こんな可愛い格好の師匠と一緒にお芝居していただきます。本日のゲストは川島美香さんです。どうぞお入りください。はい、でも意外に幼く見られるので。いや俺もっとでも長いからね案外。あ、そうですね、結構芸能界は長いかもしれない。いくつからお仕事されてるんですか？小学6年生の頃から。ということは、はい、入ったので11くらい。もうそうですね、7年とか。もうこれからこんなん見たことあるんですか？これは、はい、見ました。どうなるか分かんないからすごい不安でしかないんですけど、このとこに出た中ではあの下の方やからね、年は。そうですね、はい、大丈夫かなっていうちょっと今心配しかないんですけど、でもあの頑張ります。できることは。入ったらスイッチ入ったらもうすごい、ね。さあ、それでは今日二人に演じていただきます即興ドラマの設定をご紹介しましょう。今日は絵画教室をご用意してみました。どうぞご覧ください。後ろが開きます。どうぞ。今日もよくできてますよね。絵画教室デッサン、どうぞ中に入って。じゃあ設定を決めていただきましょうね。これね、さっきからね、なんか気になる。マネージャーですよね。あれ男前のやつがいるんですよ。それ誰？あんた誰や？マネージャーの人。マネージャー。ものすごいとこ入ってますね、そこは。じゃあ設定をどうしますか？そうですね。したら川島が。中で待ってる状態で、で僕が入ってる。はい。おうおう。わ、似合いますね。いいですか。はい。じゃあどこかお好きなところに座っていただいて、はい、はい。はい。で、じゃあ師匠に入ってきていただくという設定。僕が入ってる。はい、お願いいたします。それでは整ったようですので参りましょう。カウントダウンお願いします。即興ドラマ収録10秒前。9 8 7 6、5秒前。4 3。あ、どうも。お、はじめまして。うん、実は今日からお世話になります。ああ、そう。はい。あ、島崎先生聞いてる。本当ですか。ちょっとずっと習いたくて、先生に憧れてたんです。あ、いやいや、まあまあ、あ、そうか。いや嬉しいけど、ちょっと言おうと思うんじゃないけども、うん、俺は18日に辞めることにしたのよね。ここ。え、なんでですか？いやいや、ちょっと事情があって辞めないかんことになったんやけど。え、本当に辞めちゃうんですか？辞めちゃうっていうか、フランスに行くんで、また帰ってくるけども、それは2年後ぐらいになるし、島崎先生 でいいんじゃないの？俺じゃないとダメなんかな？はい、ちょっと実は小学生の時から憧れてて、高校になってやっとお母さんに行っていいって、ああ、そう。いや、2年後で君いくつになるの？2年後だと今16なので18です。いや、それからでも、はい、遅くないんじゃないかな。いや別に習ってできるもんじゃないしね、こんなもん。うん、うん、ちっちゃい頃からすごい絵が好きで。ああ、そう。はい。で、先生の絵を見て感動して、
それから画家になりたいなと思ってたんです。あれ二課展のやつ。はい、あの行きました。そんな若い子が俺の見てくれてんのか。まあでも確かに結構上の人多かったんですけど、お母さんに連れられて。あまあ座りや。名前なんていうの。名前はミクです。ミクちゃん。はい。何ミク。今井ミクです。今井ミクちゃん。はい。いや教えるってこんなんええなんて教えるもんやないよ。いや、うん、どんな絵描くんですか。どんな絵描くんですかっていうのもおかしいですけど、いや普段どういう絵が好きなんですか。普段裸体、ほとんど裸体、いろんな人の裸体。画体って。画体じゃなく裸体。裸体。はい、裸体。裸体。女の人の裸です。はあ、はい。まあ二課展に出したのは風景画やけど、いやちょっとミクちゃんのいて。いや今まで1週間しかないからあれやけど、ミクちゃんもそこで描いてごらん、この裸体を。いやまあね、いつも実際にここに女性が来て、本当にあの実際の女性、いや大体ね、昔からやっぱり女性の体には全てのものが含まれてるんですよ。一度書いてごらん。これを書いたらダメですよ。これから想像していろんなものを書くんですよ。いやちょっと。え？こういう絵を描く人だとは思ってなかったです。裸体を何と思ってんの？あなた裸体がおかしくと思ってんの？だったらあなたを試す意味でもいいから。それじゃあ。これを書いてごらん。これなら、はい。こんな感じですか？君、本当に絵に興味があるの？絵は好きなんですよ。でも、悩みが絵が好きなのに全然美術の先生に認められないんです。それはね、習おうとするからですよ。自分の想像を描いてごらん。こんなの描かないで、自分の描きたいものを描いてごらん。習おうとするからですよ。習わないんです。これから見ていろんな想像を描ける人間がいろんなものができるんですよ。俺の絵を見て何を感じたの？でも綺麗だなって思いました。タイトルは何でした？タイトルなんだっけな。歩道橋だった。歩道橋？はい、歩道橋。歩道橋。え？歩道橋。うん。え、すごい綺麗でした。なんか空も青く晴れてて、で歩道橋がなんか空バックにこうやって綺麗に。なってて横の絵だったんですけど、でなんかなんて言うんだろうな、やっぱ人もたくさんいて、多分通勤中とか通学中の絵だったのかな。うん、たくさん学生さんとかもいて、
そういう絵だったから、なんか日常的なワンシーンを切り取った絵だけど、すごいそれがなんかいいなっていうか雰囲気があるなって思って感動したんです。どうしたんですか？え？寝てないですよね？あれから歩道橋を描いてから自分の絵は描けなくなった。ミクちゃんに偉そうなこと言ったけど、歩道橋が自分の中のピークやって、あれに勝るもんはもう何も書けないんで辞表を出したんですよ。昨日もう辞表を出してしまって、えフランス行くっていうのを決めたのもそれで。本当にフランスには行くんですか？うん、書けない、もう書けないけど、今ミクちゃんが歩道橋って言ってくれたんで、やっぱりそうなんかなって。あれ以降から何を出しても何にも認められないし、何にも、あの歩道橋がピークだったんです。でも、考えすぎなんじゃないですか？それで評価されて、まあ確かにあれを見て感動した人はたくさんいると思いますけど、でも絵ってまあ同じもの何回も描けるもんじゃないじゃないですか。でやっぱ楽しく続けることが好きなのかなって、楽しく続けることが大事なのかなって私は思いますけど、だから多分評価とか気にする前に自分の好きなものを書くっていうのがいいんじゃないですか。あ、すいません、なんか偉そうなこと言っちゃって。いや、16の子に言われてる。目が覚めたような気がする。歩道橋は、歩道橋は僕のスタートやったんかもからんな。うん、きっとそうですよ。はい、OK です。師匠珍しいですよね。そうなんですか？え、あれずっと珍しい、あの一人喋りな、しっかりしてたな、ほんまにその通りやもん。ありがとうございました。改めまして今日のゲストは川島海荷さんです。ありがとうございました。可愛いよね。何これって終わったという。どうしたの？あれは何やったの？何これは？もう意味わかんなかったですね、やってる時。自分が何やってるのかも分かんなかったし、うん、鶴瓶さんが次何言うのかなって思いながらドキドキしながらやってました。最初ちょっとお試しでやったんですけどね、お試し、ラタイ、ラフをね、ラタイの聞き間違いも相当おかしかったんですね。ガタイですか？ガタイって、ガタイって何ですか？それでは行きましょう。はい、ではプレビューしてみたいと思います。よし。あ、どうも。お、はじめまして。おや、実は今日からお世話になります。ああ、そう、はい、あ、島崎先生聞いてる。本当ですか？ちょっとずっと
習いたくて、あの先生に憧れてたんです。あ、いやいや、まあまあ、トップ、俺と全然違うことを思ってたよ。俺も生徒に なろう思ってたよね。あ、そうなんですか。うん、なんか喋りがちょっと標準語のような、ちょいちょい関西弁出るような。だから先生言ったから、先生って割と標準語ちゃうか思ったけどそれがね、偉いゾーンに入れてしまったなと思って。芸術家ゾーンに入ってますよね、ちょっとね。だから俺も偉いゾーンに入ったなと思ったけど、ちっちゃい頃からすごい絵が好きで。ああ、そう。はい、で、あの先生の絵を見て感動して、それから画家になりたいなと思ってたんです。あれ、二科展のやつ。はい、あの、行きました。そんな若い子が俺の見てくれてんのか。まあ、でも確かに結構上の人多かったんですけど、お母さんに連れられて。あの、うまいよね、対応が。確かに上の人も多かったけど、うん、お母さんに連れられてって。二科展自体が美術やってる人以外はなかなか若い子は足運びにくいじゃないですか。二科展は知らなかったです。え、二科展って何だか分かる。二科展分かんない。あ、分かんないけど、もう全然そんなことはお国にもなさない。だからついてくんのよ。基本美術とか成績2とかだったので絵が描けなくすぎて、はい、もう嫌だなと思って、それが振られたら。そんなことない、そんなことないって。そんなことないですよ。今描いてるやつやろ。え、でもな、え、でもなんかもう小指とか小指とかよく見ちゃダメ。ちょっと可愛い。よく見ちゃダメです。よく見ちゃダメ。よく見ると、うん、分かるわえ、どんな絵描くんですか。どんな絵描くんですかっていうのもおかしいですけど、普段どういう絵が好きなんですか。普段裸体、ほとんど裸体。いろんな人の裸体。裸体って裸体じゃなく裸体。裸体、裸体って裸体じゃなく裸体これめっちゃ可愛いやん。裸体、裸体。まあでもわざわざあれ石膏をね外した時に、もうこっちではみんな、え、何すんのっていう空気がちょっと漂ったんですよ。ああ、何すんのって思って。この可愛さをかき消したかったよね。あ、何か裸体でもって。裸体で。へえ、ね。あの、でも、で、裸にさせられないか大丈夫かってちょっと危険視しました。あそのそれはないわ。それはなんぼなんでもないわ。その危険性を感じたんですから。こっから裸になれ言うたらおかしいやん。危ない。全体芸能界から抹殺されるわ。本当本当。でも悩みが、絵が好きなのに全然美術の先生に認められないんです。それはね、習おうとするからですよ。自分の想像を描いてごらん。こんなの描かないで、自分の描きたいものを描いてごらん。習おうとするからですよ。習わないんです。これから見ていろんな想像を描ける人間がいろんなものができるんですよ。これは何ですか。普段から そんなこと考えてるんですか。適当なんですか。適当じゃん。これはやっぱ我々の世界やんか、うん、まあでもそうでしょうね。我々の世界ですよ。習うんじゃダメなんだ。習うんじゃ、もうこれは死んだ男子賞がよう言ったんやけども、まあ僕のことなんかね、こんな遊んどるとこうむちゃくちゃやと、うん、これが一番、まあ、大事なフラができるんだっていうようなことを、まあ、うん、あの言ってくれましたね。それはその時は分からなかったけど、うん、だからやっぱり習うよりも自分でこう開発していくものって、うん、ただそういうその若い頃からいろんなことやってないとそれ無理やね。そうですよね。でもいろいろ言うてんのに、うん、この後にこの16の子から教えられる。そうそうそう、これはそこが本当に面白い展開ですよね。 それどっからなんですかね。いや、もうあの歩道橋からよ。そうだ、歩道橋だ。ですね、歩道橋から逆スイッチ入って、これおもろいよ。そうそうそう、どうぞ。タイトルは何でした。タイトルなんだっけな。歩道橋だった。歩道橋。はい、歩道橋。歩道橋。え、でも
ちょっと困惑しますよね。やっとひねり出したタイトルにこんなに、はいはい、って言われたら、ね、ちょっとすごい考えてたんで、これどういうことだと思って。なんで歩道橋が浮かんだの、うん、歩道橋、風景画で、うん、土手みたいなとこを思い浮かんだんですけど、はい、いや土手なんか語録がいいタイトルと思って。あ、土手じゃちょっとそれですね。タイトルは何、土手。当たり前な、イメージじゃないですよね。なんか日常的なワンシーンを切り取った絵だけど、すごいそれがなんかいいなっていうか雰囲気があるなって思って感動したんです。どうしたんですか。寝てないですよね。寝てないですよね。そのツッコミないやろ。どの選択やねん。寝てない、これから演技しようかという人間に寝てないですよね。台無しやわ。こっちから見たら目をつぶってるように見えて、こんな目や。今までみくちゃんに偉そうなこと言ったけど、歩道橋が自分の中のピークやって、もう何も書けないんで辞表を出したんですよ、うん、で繋がったんですよね。考えすぎなんじゃないですか。それで評価されて、まあ確かにあれを見て感動した人はたくさんいると思いますけど、でも絵ってまあ同じもの何回も描けるもんじゃないじゃないですか。でやっぱ楽しく続けることが好きなのかなって、楽しく続けることが大事なのかなって私は思いますけど。いや、OK です。いいよこれ。本当ですか。もっといろいろ経験したいなって思いました。ええ番組出たな。最後はそこですか。かわいい。そして目が大きい。目が大きい人っていいですよね。うるさいな。違う違う、ほら、私たちは、私もそうなんですけど、いつも寝てない。寝てない。でも確かに、ね、寝てるってもバレにくい。あとカンペ読んでもバレにくいですよね。こういう目の人ってね。今日のタイトル、今日はですね、レッスンで歩道橋から始めようっていう副題をつけたい。どうですか。簡単よ。ちょっと今日はひらめきました。